10分で書き終わった。やばいやばい、半分行かなきゃいけないですもんね。今書けって言われて、もうこのレベルで書けない。はい、どうも、アキトントンです。そして、どうも、ヤンバル先生です。お願いします。お願いします。今回ちょっと、トシさんが、体調不良でお休みということで、一人で参加してもらってるんですけど、元何ですか？元先生ですね。ということで、今回の企画、元先生なら、読書感想文30分で書ける説。うしんどい。今初めて企画を教えたと思うんですけど、はいはい、ガチのぶっつけ本番で、今夏休み期間で読書感想文しないとダメだなって。もう先生やったら本も別にそこまで読まなくても、なるほど、書けるんじゃないかなっていうことで、原稿用紙2枚800文で、今回題材なんですけど、はいはい、まあ、マスコミ一巻はちゃんと多分全部読んでくれてるんで、8月7日発売で、まだ撮影時には発売されてないマスコミ2巻、はい、つまり内容は僕しか知らないものをちょい読みとか適当にピックアップして読書感想文を書いてもらおうかな。なるほど、はい、結構重めの企画ですね。書いてる間暇じゃないですか。一人で喋ってたり早送りになってたりするんで、全然黙々と。30分でもちろんイージー、10分で書き終わってイージー。じゃあスタートです。はい、はい、行きます。全然僕ちょっとやっていいですか。やっていいです。集中して。読むのに20分ぐらいかかる。僕は読書感想文の書き方っていうロング動画を上げたんですよ。あ、そうなんですか。ちょい読み、はいはい、なんかここちょっとだけ読んで、そこで読書感想文書けるかなみたいな最終手段としてやってたんで、その手段を、あ、元先生ならできるんじゃないかなと。なるほどなるほど。読んでくださいね。はいはいはい。読書は久々ですか？紙じゃなかったら、こういう iPad で読みますね。ああ、なるほど。これは何歳ぐらいの人に向けて書いてるんですか？これはですね、小学生向けの児童文庫と言われるものです。そうですね、はい、要はだから学校ってどんなものっていうところが一定わかるみたいな。ああ、そうですね。僕がもし出演者で30分で読書感想文書けって言われたら怒ります。書けないよって。ちなみに出てくるのはこのうたねちゃんっていうピンクの髪型の女の子、主人公ですね。それとケイスケくんですね、この転校生のイケメンケイスケくん、ここの恋愛なんですけど、他にも女の子と男の子が出てきて、先生役としてアキトンが出てくる話ですね。あら、全部言ってもう読みました。やっぱり大体書き出しが、はい、マスコミ読んで思ったことはって書いちゃうんですね。もうその時点で学校の先生からすると、はい、あーテンプレートってなっちゃう。書き出しってちょっとこうした方が良かったですね。お、なるほど。秋田さんどんな解説してたんですか？構成として最初本の紹介、2番目に本の文を引用して、特にここが感動しました、なぜならこうだからですみたいな、自分の体験談に基づいて語る。で、最後になんか展望じゃないですけど、はいはいはい、ってことでこの本を読んで、例えばマスコンだったら私はマスコンを読んで勉強をやる気が出た、楽しさが分かったので次のテスト満点取りますみたいな、なんか未来に向けての学びみたいなところを書いたらいいのではないかなっていうのをやってました。なるほど。ちなみに元何の先生ですか？理科です、ね、理科の先生。読書感想文のチェック、国語の先生なんです。チェックしたことない。1巻はその数学、算数がメインなんですけど、2巻目はなんか理科の実験で、うんうん、仮説検証とかから出てましたもんね。あ、そうです、うん、ちなみに今回その書き終わったらまた紹介すると思うんですけど、やっぱ真似するのはダメなんで参考にする感じでお願いします。今10分経過してますね。間に合うから読書感想文書く時間ないなと追い込まれたら、元先生だからかもしれないですけど、書けるもんなんで、皆さん未提出はやめましょう。出しましょう。字はだんだん汚くなってきます。あ、スピード重視で、はい、ちなみにこの教えてアキト先生コラムの部分がマスコンの中にはあるんですけど、ここはもうがっつりアキトンが書いてるところですね。そうなんですね。なん
なんか小説の中そこが一番味ありますね小説の中にあるその算数とか理科の内容の補足とかもうちょっと詳しい説明をしてたりします。はい、トントン。お、今15分経過中です。やばいやばいやばい、半分行かなきゃいけないですもんね締めですか。はい、締めっすね。締めで一回止まってます、ね、あとこのスペースでどうまとめようあと5分ですね。5分、いけそうっすね。ちなみにアキトントンこれぐらい残して提出してました。あー、いますねー終わりです。お、3分40秒ぐらい残りましたね。はい、はい、素晴らしい。なんだか終わりました。なんだか終わりました。どんな感じに書いたのかを読んで聞かせてもらいたいんですけど、はいはいはい、なんかポイント、書く時のポイントみたいな意識した点を話してもらえたらなと思います。そうですね、はい、まずはやっぱりこの本がちょっと読まなきゃいけないなと思ったんで、はい、軽くバーって読んでいって、こういいなって思ったところがちゃんと自分の言葉で伝わるようにしたいなって思いました。はい、あ、なるほど。あらすじを書くんじゃなくて、ちゃんと自分が感じたことを文章の中に込めて、淡井くんが宣伝になればいい。ありがとうございます。あらすじを書くだけの子供たちもやっぱり苦手な人はそうなっちゃいますよね。そうですね。じゃなくて自分の言葉でちゃんと。そう、本当に感じたことをそのまま書いたって感じですね。お、じゃあ、はい、聞かせてもらって。じゃあ割と本音ベースです。アキトントン。で読みます、はい、勉強は使い方が大切。私はマスコンという本を読んで学びに対する考えが大きく変わりました。マスコンはアキト先生を中心として小学校の日常生活を描いています。その中で理科や数学での日常での使い方を楽しく学ぶことができます。私は中学校の頃、理科や数学を学んで自分のためになるのか疑問に思うことが多くありました。おそらく多くの人が一度は思ったことがあるんじゃないかなと思います。しかし生きていくうちに少しずつその考え方が人生に役立つ場面が増えてきた気がします。マスコンでは好きな人と隣の席になれる確率や仮説、実験、結果、考察の日常での使い方が紹介されています。この本を読んで改めて気づかされたことがあります。それは理科や数学を使える人と使えない人がいるということです。おお。全ての人にとって学問が意味がないのではなく、使えるようになるまで身につけられたら使えるようになるとこの本を読んで感じました。プロが使っている高級なカメラも技術がある人が使えば意味のあるものになるが、技術がない人が使えば意味のないものになってしまう。勉強も同じであると思いました。マスコンでは日常にあふれる席替えにすら理科や数学の考え方を用いています。好きな人と隣になるという誰しもが考えたことのあるタイミングで、数学の考え方を使ってより世界を細かく見ることを可能にしました。それだけではなく、実は世の中にある全ての物事に理科や数学の考え方は使える人にとっては使えるものだと感じました。今後そのような目で世界を見ていきたいです。私はこの本を読んで、ぜひこのマスコンを学校に置いてほしいと思いました。置いてください。この本を読むか否かで、理科や数学が意味があるものになるかどうかが変わる気がします。自分は意味のある学び方をしていきたいです。やばいっすね。多分僕が今書けって言われても、この書けない。中身がいいからっすよ。あ、いや、中身いいものって書きやすいんですよ。すごい。いや、もう満点ですね。最初にそのマスコンの説明を軽くして、その後私は中学の頃っていうので自分の経験談を語るっていう、まさに自分の言葉だから、ここからが読書感想文の本質みたいな感じですよね。そうですね、感じたことをそのまま書くっていう。なるほど。本当はちゃんと全部しっかり読んでほしいんですけど、軽く読んだだけでもこんだけ書けるって感じですよね。自分の経験談と本から学んだことをこう絡めて書くのが読書感想文だぜみたいな。それが評価高い読書感想文。読書感想文って多分あれですよね、はい、自分の考えを伝える力を伸ばすために。ああ、なるほど。これすごい参考になりました。勉強の使い方を教えてる本ではあるので、正直その
舐めてました。自分で30分で書けってやったら嫌やなっていう企画ですし、書けないかなとか不安もあるんですけど、もうえぐいっす。いや嬉しい。言葉がないですね。ということで読書感想文30分で書けるかなってやってもらったんですけど、改めて読書感想文どうですかって聞いて、読書感想文はこれも意味あるかどうかって本人によるなと思います、はい、だから好きな本買ってせっかくなら書いた方が楽しいと思います。あ、なるほど。確かに義務でやっちゃうと意味なくなっちゃうんですよね。この動画見てる人がこの本読んだらこんな気持ちで書いたんだって、あの動画で書いた部分ってこれねって楽しく読めるし、楽しく書けると思うんですよね。で意味ないと思ったら意味ないと思ったって書いてもいいと思うんですよ。でもそこであらすじ写すだけだったらただ手が疲れちゃうだけなんで、せっかくなら楽しんでやれるといいなって久々に読書感想文の楽しさを感じました。ありがとうございます。本選びも一つ大切だよっていう感じですね。そうですね。じゃあ締めが分かんないんですけど、元先生なら30分で読書感想文書ける説立証っていうことで、今回ありがとうございます、はい、もちろん何回も言うんですけど、皆さんはちゃんと読書して自分の意見とか自分の経験を踏まえて読書感想文書いてください。最後まで見てくれてありがとう。どんどん。ありがとうございます。いや、やばいっす。いやいやいや、いただきます。ありがとうございます。いや、面白い本っすね、やっぱ。あ、本当ですか。ありがとうございます。多分、小説書いた人がすごく喜んでくれます。